48万だから2で結婚して仕事上教えてもらった。私はあの違うだったんだけど向かい方なんかで行列が行ったらダメって言われてね違う。でその先生はよく変わるんだよ。私の足元で私ここで見ると、そうだったみたいな。夜晩とかおそばとかやるようなもんだで、バイトが今度おそばが困っちゃう、続きになっちゃうもんだで。で、朝遅くてもいいし、できるもんだで、やってあげるよって言うとさ、喋っとったんだが、もうそうだね。ちょっと隣の人がちょっとしっかりしっかりって言ってちょっと私たちでも怒られてるやだで怒られたんで立ってすぐ夜中まで俺もここでね5階か6階今ここに6階か6階だったもんだで、ね、あっちはあのやっぱり大きいのが、ね、若いでこうしてくつもりだった。ただお父さんが動かなかったと言われて、その人が二重町に生まれて、ふだんでおばあさんが、横断だね、地下鉄をね、その人はね、松田さんが行っとったもんだね。で、お父さんが遅いのでね、今子供の話をするのねえ、今日は朝に9号の旅行に置いたら、おろしとったら相手は今日スープのところに置いとったもんだ。あれ、ここが美味しい。美味しい。私ここの前来たのはね、長谷川ビルの6階で、伊藤病院が作ったんだわ、3日